柔道混合団体で銀メダルを獲得した高山梨花選手が試合後に心境を語りました開催国のフランスと混合団体の決勝で対戦した日本計3勝4敗となり惜しくも敗れましたが高山選手は2戦目の女子7 0キロ超級に出場し勝利しました第1戦は男子9 0キロ級村尾三四郎選手が1勝目を飾ると2戦目は高山選手 相手は個人戦では女子78キロ超級銅メダルと体格の勝るリコ選手でしたが、見事勝利し、日本に流れを呼び込みました。指導を2つ受け、あと1つで負けという場面を迎えた高山選手。苦しい姿勢の中で、あとはもう行くしかないと思ったので、当たって砕けろ精神で足をかけてしまえと思ってかけたら相手が倒れたので、本当に運が良かった。 と絶対絶命の状況を振り返り返ました試合前には怪我で欠場の曽根明選手からアドバイスを受けたといい戦う前はめちゃくちゃ怖くて戦いたくないというのが本音だったんですけどアップ上で曽根選手に戦い方のアドバイスをもらって自分は一人じゃない曽根明がついていると思ったので自信を持って畳に上がって戦うことができましたと曽根選手の貢献を明かしました。 曽根選手は、私が出場することができなかったので、チームの皆さんに迷惑をかけてしまっているというところで、何か自分ができる、少しでも力になりたいなという気持ちで言わせてもらいました、と当時の心境を語りました。